みんな元気か？ティー！ポコちゃん、ポコちゃん、せーの、ニコニコニコリン。いや、今これをすることによって、クイーンズという大変な、ね、思いをしたいのは皆さんなんですよということを言いたいんですけれども、はい、ということでですね、ほっとりなったりと、いや、戦場にしちゃったよ、よろしくね。キラキラ輝く一番星、あてこお兄さんだよ。元気もりもり力持ち、玉木お兄さんだ、よろしくな。ということで、はい、改めまして、知らぬ玉木役の傷つばさと、あてこ金太郎役の軍大将と、あっかるな戦略の和子です。お願いします。どうした、ちょっとおかしいけど。あ、そう、うん、いつも通りみんな頑張ってますね。よし、まあ、うん、そうですね、まあ、一つ言うなれば、うん、本当に先輩、本当すいません。いや、ね、ちょっとずつ積み上げていくから人間関係って、そういうもんだ。今はこうでもさ、はい、ゆくゆくは俺も尊敬される先輩になりたいし、いやいや、もう大尊敬、大尊敬、みんなが俺のやることに対してこうね、ブラボーって言ってくれるような人間になりたい。はい、一人だけ椅子でいっちゃうからね。はい、というわけで、はい、この動画ではですね、10月2日の土曜日のイベントに向けて、はい、僕たちが準備をしていく姿をお届けしていくぞという、感じになっております。まあ、ほぼゲームしてますけどね。そうですね、ほぼゲームですけどね。はい、はい、まあ、今日も楽しいね。だいぶ、もう、イベントに向けて、ね、準備を、そうそうそう、準備は整ってきてるよ。だいぶ整ってますね。あとは人間関係だけですよ。考えるのね。対人関係大事、対人関係大事にしましょう。はい、はい、ということで、うん、本日も元気に歌ってニコリン、ロードトゥーイベント、イエーイ。これまでのあらすじ。イベント準備が着々と進む中、イベントで良い子のみんなの前でお兄さんとチャレンジを披露するにあたり、どんなチャレンジ内容にもひるまず対応できるようにと、クリオに過酷な試練を与えられた歌のお兄さんたち。時に友情を育み、時に裏切りに涙しながら、お兄さんたちは挑戦を続けているのだった。こんな感じでしたっけね。こんな感じでしたっけね。僕もやっててなんかちょっと恥ずかしくなっちゃった。違和感ございますね。だいぶ違和感ございますね。はい、すみません。こんな過酷な状況にね、植えられてない。まあでも、裏切りはちょっと、裏切りはまあかなりの裏切りがあったんですけど、まあそうですね、人間ドラマいろいろ生まれてましたからね。そうですね、成長を続けていく歌のお兄さんたちですからね。はい、ということで、早く仲良くなりたいって言ってます。早く仲良くなりたい。仲良しだ、仲良しだからね。もう5回ぐらいやってますけどね。だいぶだいぶやってますけど、もう一つ取れるでしょ。そうですよね、ここまで来たらね。はい、前回もね、国語とね、はい、やりましたけど、あ、どうでしたか。こう、どんなことやりましたっけね。ことわざを3人で協力して与えるとか、与えると、大義語とかね。大義語面白かったですね。学名をね、学名、猫のフェリス・シルビアス・キャティスみたいなやつです。ちょっとなんか、そう、確かなんかそんな、そんな感じで、確かにそんな感じだったっていうのは思ってます。フェリス、なんとかです。はい、なんとかでございます。カプセル、はい、うん、はい、楽しかったですね。楽しかったですね。ということで、じゃあ今日のコースは何ですか。今日のコース、今日のコース、今日のコース、今日のコースは発表したいと思います。はい、今日のコースもお兄さんとチャレンジ、お勉強の時間でございます。まずはこちら、ドゥルル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 どうですか。美術と体育はちっちゃい頃得意でしたか。来ましたね、これね。あ、来ました。美術オール5。美術オール5。オール5は国語、算数、理科、社会、美術とかあって、オール5。学年を通じてのオール5。オール5。オール5、素晴らしいですね。じゃあ、いい成績を美術持ってる。で、社会人10年間ね、デザイナー的なのもやって。ああ、そっか、そうっすね。これはもう僕の時間ですよ。和子ちゃん、上手だもんね。そうですよ。僕の時間来ましたね。ありがとうございます。ただ、体育のせいでプラマイゼロ。あれ？あれ？体育は運動神経いいと思うんですけどね。ありがとうございます、体育はね。さっきからずっとコロ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 がったりとか、大変なことをさせてしまって、本当すみませんでした。いじっていただいて。いやいやいや、そんなそんな。心の体育、今頑張って。ということで、まずは美術に参りたいと思います。心を一つに、一心伝心お絵かきゲーム。
クと言ったらやっぱりあのね、あのさなちゃん演じる、あ、そうですね、レイお兄さん、レイお兄さんとかもね、はい、やってましたよ。超パワフルな絵をね、はい、描くだよね。パワフルな、パワフルな絵描きますよね、確かに。ちょうどいい塩梅の3人がそうとかね。うん、そうです、ね、ちょうどいい塩梅、ちょうどいい塩梅の3人がそうということで、はい、うん、こちらの説明をさせていただきます。はい、お題から連想したものをイラストで回答してください。3人の回答が揃ったらチャレンジが成功でございます。制限時間これ30秒以内でございます。はい、めちゃくちゃ短いんですけども、まあ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 と、ここまでやってきましたから。お題を書くんじゃないんだもんね。そうです、お題から連想するものだもんね。連想するものを書いて、なるほど、せーので発表させていただいて、うん、そちらが合うかどうか、わかりました、ゲームになります。はい、はい、それでは早速参りましょう。最初のお題はこちら。ああ、お袋の味といえば、これを30秒以内でお手元のスケッチブックに書いていただきます。はい、それではいきますよ。よう、はい、よう、よう、よう、反則がちょっと、まだ何も知らない。じゃあ1枚めくってください。それではいきますよ。30秒間制限以内に書いてください。せーの、スタート。あの、喋ってください。いや、え、だいたい絵を描くとこう真面目になってしまう。どうなるかなっていう感じ。やっぱりなんかそれぞれのね、やっぱあると思うんですね。そう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 。まあでもこの、ね、お袋の味ってこれも大体のこの みんなイメージですかね、うん、日本のイメージというか、うん、なんかね、うん、いや、やっぱ俺はこれだと思うんだけどな。僕もこれでさせていただきます。本当に心全身だから、ね、そうそうそう、そろそろですかね。はい、そろそろです。あ、もう、はい、終了。はい、ということで、はい、一斉に発表してまいりたいと思います。はいはい、せーの、ドン。味噌汁、肉じゃが、カレー、あれあれ、ねあれ、いや、俺も味噌汁は分かったよ、ね、うん、ある、めちゃくちゃ分かったんだけど、うん、お袋の味、お、まあ、確かにお袋の味のイメージ、母ちゃんのカレー、はい、確かに確かに、母ちゃんのカレーは確かにあるよな、ありますね。味噌汁ってでもあれだよね、あの限界あるよね。なんか具材で違うとかはあるけど、うんうん、はい、味噌のなんかその濃さとかなんかね。じゃあなんで味噌汁書いたんですか。いや、定番かなと思って。定番かなと思って。俺は揃えたかったわけです。でも確かに、確かに俺もね、味噌汁かなと思った。まあ確かに、いや、どうですかね、これでもまあ肉じゃがって書いてあるんですけど、まあ味噌汁にも見える。見える。肉じゃがを最悪書かなかったら、もし書かなかったら、味噌汁って言えたかもしれない。あの、一応絵なんで、じゃあもう字書かないでもらっていいですか。はい、今回ダメだった。ダメでしたね。ちょっと、もっともっと心一つに、そう、ね、徐々に徐々に、はい、合わせていく、はい、いきましょう。方向でいきましょう。はい、方向性がね、方向性が分かりました、はい、ということで今回の判定は×でございます。今自己紹介しただけだから、ね、自己紹介です、はい、そうそうそう、僕たちこんな感じでやっていきますよ。いきますよっていうね。はい、はい、じゃあそれでは第2問目に参ります。はい、2問目はこちら。あ、うわ、なるほどね。これはでも、うん、これかなと。合わせに行くんだよ。合わせに行った方がいいですよね。うん、合わせに行く。あ、そっか。よーい、よーい、スタート。合わせに行くならもう感じでございますけどね。できました。僕ができました。はい、も大丈夫です。ロボちゃんどうですか。大丈夫です。はい。はい。それでは答え参りたいと思います。せーの、ドン。ノコギリ。スマホ。鏡いらなくないですか。鏡はいらない。鏡いるでしょ。砂浜とかに絶対落ちてるでしょ。反射するもの。鏡なんて。見せてください、ちょっと。
なんで自分回転するんですか。こういう自分のなんかそういうね、なんかくたびれていく姿とかもチェックしつつね、でこうやってピカピカして助けを求めることができたりとか、こうやってピーって太陽光当てることで火を起こすことができたりとか、じゃあボケたかボケてないかだけ教えてください。ボケた。ワオちゃん、ワオちゃん、スマホと鏡って言ったらどっちも確かに、どっちですか。スマホです。スマホです。スマホ無人島、多分電波通じないですよ。でも、なんか使えるかもしれない、ね。時代が時代ですしね、確かに。基地局が飛んでる可能性もあるし、確かにライトとかにもなりますしね。まあね、そうですね。確かに。であの、最後危ないと電話かかる。確かに確かに。もう繋がればね。まあ僕はもう、ザ。ザだ。これがあれば、男なのでね、DIY。まあなですよね。こっちにもパンと割ったらこれでこう。さあ次の問題行きましょう。はい、行きましょう。だいぶ原始的な使い方ですけどね。はい。はい、ということで続いての問題に行きたいと思います。はい、続いての問題はこちら。童話といえば。お、これは。いやでも。なんで？バコちゃんこれは。行きますよ。行きますよ。よーいスタート。これはラッキーでしょう。はいはい、え、まだ、長っ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、はいということで一斉にオープンしていきたいと思います。はい、せーの、で、桃太郎。おお、正解。おお、いや細かい細かいですよ。30秒忘れたみたいな。悪そのまま行っちゃったみたいな。良かった。これは。いやこれは素晴らしい。心が一つでしたね今のね。いやすごい。これはね、素晴らしい。画力も求められますね。そうですね。僕に一番簡単な、一番ももって感じ。尻って感じですね。ボリュームとしてますけど。はい、こちらで以上になりますか。まだ行きますか。お、あ、次がなんとラストの問題となります。いや、ドキドキしちゃいますね。行きましょう。もうこれ全問正解いきたいですね。全問じゃないですね。2問連続正解いきましょう。はい、それでは続いてラストの問題になります。ラストの問題がこちら。歌ってニコリンのイベントが開催されるのは10月、うん、秋に開催予定ですが、〇〇の秋といえば、うん、でございます。まごちゃんに寄せたい。確かに寄せたい。まごちゃんに寄せたい。俺に寄せる。まごちゃんに寄せたい。俺に寄せる。寄せます、寄せます。僕も寄せます。分かってます。なんと、まごちゃんに寄せる。はい、ということで、うん、早速スタートしたいと思います。はい、いきますよ。制限時間30秒です。せーの、スタート。いやー、ワオちゃんこっちで来てほしいな。そうですよね。さあどうでしょうか。スカさんとこれなんかアイスなって言ってるんだ。いやですよね。ワオちゃんいける。さあそろそろですかね。5秒前、4、3、2、1、ストップでーす、はい、それでは回答の方、うん、一斉に発表したいと思います。せーの、ダン。芸術の秋。読書。合わせる言うたやないの。いやでもまあまあでも、まあまあ、でも確かさ、合わせる言うたやないの。確かに。俺といえば、合わせるって言えばさ、まあでも合わせるといえばやっぱ芸術でしょ。で俺自身が芸術っていうボケをかまして、なんとかみんな揃ったけどもね、ボケてますよっていうのを出したかったんですけど、これだと単純に、これ単純に本当に俺がボケボケのいやでも絵がすごい上手。僕はもう和合語録を、
なるほどね。でもなんか分かるでしょ、芸術の秋っていう。いや、まあ、分かるけど、メジャーじゃないじゃない。確かに、スポーツ、読書が大体ね、うん、そういうもんですか、そういうもんですか、ね、世の中はそういうもんなんですか。じゃあもう一回見せてもらっていいですか。見せてください。何回自分書けばいいんですか、もう。どんな、バブちゃん、それもしかしてだけど、うん、その体の下、手に何持ってる、もしかしてだけど、それもしかして、手に何か持ってるだけど、もしかしてだけど、あ、本読んでた。おー、そうだ。正解、正解。本読んでる、和道ね。そうだ、俺はね、だから読書をしてる俺がまるで、あの外から見たら芸術だな、美しいなっていうところを見たかったんで。よかった、はい、よかった、よかった。はい、まとまってないかもしれないですけど、まとめました、はい、はい、ということで、以上、はい、心を一つに、以心伝心、お絵かきゲーム大成功でございました。大成功かな。大成功ですよ。